はい、皆さんこんばんは、シュです。今回の問題は円の問題で、まあ、こういう円があって半径が10で、ここ 8π、4π、 ここの x の角度を求めようという問題となっております。それでは今からシンキングタイムスタート。はい、どうだったでしょうか。今回の問題は円周角の定理という形の問題となっております。最初、この円というのは、はい、直径かける π ということなので 20π ということは分かります。これが 20π の中の8ということなので、割合が 20π 分の 8π ってことは5分の2。はい、この円の割合は5分の2ということが分かります。なので360度から5分の2をかけると、そうすると72、144ということが分かります。だからこっからのところ144度って分かるので、補助線を書いていきます。こんな感じですね。この時にここが144度に対して、これ半分なので72度ということが分かります。また4π も同じようにやっていくと、20π 分の 4π ということは、はい、5分の1ということが分かります。なので360度から5分の1をかけると72度ということが分かります。なので72度ということは分かります。それの半分ということなので、ここ36度です。ただ72度36度ということが、ここの赤いところが分かります。180度から72度と36を引けばいいということです。なので180度から72度と、はい、36度、はい、これが108度ということが分かるので、180度から108度引けば、はい、72度っていうのが正解となります。はい、どうだったでしょうか。今回の問題は円周角の定理がしっかりと分かっているかどうかっていう問題となっております。今回の問題が面白いと思いました、グッドボタンよろしくお願いいたします。また、チャンネル登録していただけると嬉しいと思います。それでは次の授業、面白い授業で。それではまた。ご視聴ありがとうございました。今回の問題はもし分かりやすかったグッドボタンを、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた。では。